the talk channel. ごきげんよう、丸刈りの高橋です。今日も本を読みましたのでレビューしていきたいと思います。今日レビューする本はこちら、お金は寝かして増やしなさい、インデックス投資の入り口から出口戦略まで一挙公開。この本を買ったきっかけなんですけれども、いよいよ自分の勤める会社が確定拠出年金制度を導入して、従業員個人各々で投資信託運用が必要になったため、教科書として買いました。また2018年から2038年の積立 NISA で投資信託を買いたいと思っていたため、そちらの参考にするためにもこの本を参照しました。自分の調べた中では投資信託関連の本の中で Amazon ではトップの評価であったため、この本を選んだというのも一つの理由です。それではいつも通り概要、目次、評判、レビュー、個人的に学んだことを紹介していきます。まずは概要です。インデックス投資の入り口から出口戦略まで一挙解説。金融のど素人でもプロと互角以上に戦えるお金が勝手に増えていく仕組みの作り方について全公開されているとコメントがありました。次に目次を紹介していきます。第1章、金融のど素人でもプロと互角以上に戦えるインデックス投資。第2章、寝かせて増やすインデックス投資の実践法。第3章、おすすめの金融機関&口座開設の手順と気になるNISAとiDeCo。第4章、始めるのは簡単だけど続けるのは意外と難しい。第5章、涙と苦労のインデックス投資家15年実践記。第6章、気象情報、インデックス投資の終わらせ方。 Amazon で見たレビューなんですけれども、この評価はとてもポジティブな評価が多かったです。現時点では Amazon では 4.0。 下の動画説明欄に Amazon のリンク集貼りましたので、最新の情報はそちらをチェックしてみてください。ポジティブな意見では、インデックス投資入門者にとっては神のような本、ある程度実践している人にとっては一通りおさらいの意味合い、リスクの確認を丁寧に記載していて大変わかりやすかったという意見が多数ありました。またネガティブな意見は、現時点ではネガティブな意見は見当たりませんでした。個人的な評価は4をつけまして、こちらも個人的な意見なんですけれども、一連のインデックス投資の手順が理解できました。インデックス投資信託での資産形成が有効だと納得できました。こちらはちょっと細かい話になってしまうんですけれども、リスク調整のための国内債券割合調整方法は個人的に新しい情報でした。また筆者のおすすめ投資信託商品がしっかりとリストアップされていたため、個人的にはこの本はとても良い本だと思っております。ここからは個人的に勉強になったことを紹介していきます。勘違いや表現ミス等あるかもしれないので、見つけた場合はコメント欄にご指摘をお願いいたします。それでは第1章、金融のど素人でもプロと互角以上に戦えるインデックス投資。まずはインデックス投資のメリットから紹介されていました。メリットといたしましては、手間がかからない、基本的に積み立てて寝かしておくだけ、実は世界標準の投資方法である、あとはお金の基礎知識として役立つ、そもそもインデックス投資やってれば銀行の口車やその他の金融詐欺等々を見つけるようになります。また、少額から始められる、一般的に1万円から始められる、安いところを見つけてくると、100円だったり1000円だったりからも始めることができるそうです。そして分散投資できる、投資の格言にもありますけれども、卵は一つのカゴに盛るなという言葉がありますけれども、インデックス投資というのは多種多様の金融商品の組み合わせであるため、分散投資という意味では優れている、投資商品だと紹介されています。また万が一運用会社が潰れたとしても、投資信託商品自体は守られていると書かれておりました。次にインデックス投資のデメリットについても紹介されていました。まずは運用手数料がかかる。もちろんインデックスのファンドが運用していますので手数料がかかります。できるだけ手数料の低い商品を選ぶということを著者はお勧めしておりました。またすぐに大儲けはできない、今回この本でお勧めされている投資方法は10年以上の長期期間でじっくり儲けていく方法です。なので10年以上の期間をかける覚悟はしておいてください。また投資に関して詳しい人はご存知かもしれませんが、アクティブファンドの7、8割はインデックスファンドに勝てないと
という事実に関しましても触れられておりました。主な理由としては運用手数料がアクティブファンドの場合は高いからとなっております。またすでに投資をしている人ならご存知かもしれませんが、ドルコスト平均法の利点についても最後紹介されておりました。第2章、寝かせて増やすインデックス投資の実践法です。一番大切なことは自分のリスクの許容度を知ると紹介されておりました。金融の世界の中ではリスクとは損益の上下幅のことを言っておりまして、このリスクについては各商品によって異なるものですので、買う前に事前に調べる必要があります。例を言うならば、例えば100万円投資したとして、それが80万円に減っても心が動揺しませんか、どうですかという問いかけです。各々の商品がどれだけのリスクがあるかという確認をするために、各商品のリスクの標準偏差と期待リターンを見ながら商品を組み合わせる方法が解説されていました。詳細については細かいので本を読んでみてください。また運用手数料を考慮に入れた著者のおすすめ投資商品のリストも紹介されていました。初めて投資信託を買う人にとってはこのリストかなり参考になると思います。そして第3章、おすすめの金融機関、口座開設の手順と気になるNISAとiDeCo。本書ではやはり手数料の安いネット証券会社が良いと書いてありました。主に紹介されていたのは SBI 証券と楽天証券です。この本の中では楽天証券の口座開設方法が紹介されていました。ちなみに自分も楽天証券で取引しています。またこの章では通常NISA、積立NISA、iDeCo の各種ルールが紹介されていました。次に第4章、始めるのは簡単だけど続けるのは意外と難しい。基本的に資本というのは日々上下しながら右肩上がりで動いていきます。ここでは日々の上下に一喜一憂せずドンと構えるように紹介されています。またアインシュタインの格言、複利こそが人類最大の数学的発見だというのも記載されています。時間を味方につけて資産が増えていく、投資期間が長ければ長いほど有利だという理論が紹介されています。また長期投資における平均回帰性の説明、そしてインデックス投資のコツが紹介されていました。目先の損得に左右されないための心構え、暴落が起こったとしても大切な対応策が紹介されていました。そして第5章、涙と苦労のインデックス投資家15年実践記。こちらに関しては2004年以降の著者のインデックス投資履歴が紹介されていました。中でも強調されていたのは、基本的に暴落しても数年後には V 字回復するという点が印象的でした。最後、第6章、基調情報、インデックス投資の終わらせ方。投資家の中では常識かもしれませんが、年齢を重ねるとともに株式比率を減らして債券比率を増やして保守的な資産分配にシフトしていくことがお勧めされていました。こちらも有名なアメリカの格言ですけれども、100からあなたの年齢を引いた割合で株式を持つのをお勧めしています。例えばあなたが40歳だった場合は 100-40 で 60% の株式割合で運用していきましょうとお勧めされております。もちろん各々個人差がありますので、2章で確認した自分のリスク許容度と相談しながら資産分配を決めてみてください。最終的にはお金が必要な時に必要な分だけ資産を取り崩しましょう、残った資産は引き続き運用し続けましょうというシンプルな出口戦略でした。この本を読むのにおすすめな人なんですけれども、投資信託で資産の運用を始めたい方、2008年から始まった積立NISAを始めようと考えている方、勤める会社が確定拠出年金システムに移行する方、インデックス投資の一連の知識を復習したい方、これらの方にとっては読む価値ありだと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。こういったレビュー動画面白いなと思ってくださった方は、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。この本読んだだけでもちょっとお金持ちになれた気分になりました。ちなみに最近読み始めた本はこちら、革命のファンファーレ、キングコングの西野さんの本ですね。こちらも次回レビューしていきたいと思います。それでは次回のレビュー動画まで。
ごきげんよう。